フパリの皆さん、こんにちは。大宮盆栽美術館の学芸員の田口と言います。大宮盆栽美術館は、このさいたま市に、根付いた盆栽の文化を紹介するために、2010年、3月28日に開館しました。今13年目ということになります。この美術館では、毎日70点ほどの盆栽の名品を、鑑賞することができます。また盆栽だけではなく、盆栽の歴史を紹介する博物館として、盆栽の用の植木鉢である盆器、または盆栽が描かれた浮世絵版画などの絵画資料、また、国風展の古い図録などたくさんの資料を持っております。四季それぞれ、盆栽の美しさを堪能できると ともに、盆栽の歴史について深く勉強できる博物館、美術館です。ぜひ日本に来た時にはこの美術館、大宮盆栽美術館にご来館ください。いつでも四季それぞれの美しさが皆さんを待っています。どうぞよろしくお願いします。Bonsai Art Museum. I'm Harry Turton. I work as the coordinator for international relations here at the Omiya Bonsai Art Museum. This museum was opened 13 years ago in March 2010 and hosts a collection of over 120 bonsai, which are continuously on display, and those displays change every week. We don't only host bonsai, but also other materials, historical materials, such as picture scrolls and suiseki. We hope this museum will be an opening gate to not only to the bonsai museum, but also to the bonsai village and all the gardens there, so that you can learn about bonsai, the basics of bonsai here, and use those to in the village so you can properly observe and appreciate bonsai. We hope that you will come to this museum from anywhere around the world, especially in France, so that you can learn about bonsai and then take that knowledge back home so that you can spread that to the whole world. Thank you. フランスの皆さん、はじめまして。さいたま市大宮盆栽美術館で盆栽技師をしております斉藤正幸と申します。こちらの美術館では室内での盆栽展示約9箇所の展示室にですね、それぞれ季節に合った見頃の盆栽を飾っております。春には桜、夏には緑の青々とした松ですとか雑木の盆栽、秋には紅葉ですとか実のついた盆栽、盆栽の入れ替え自体はですね、1週間ごとに入れ替えを行っておりまして、その時期その時期に合った木を皆さんに楽しんでいただけるように提供しております。で、日頃の盆栽の手入れなんですけれども、季節ごとにその木に合った手入れを行っております。
まあ、春には植え替え、まあ、夏にはですね、葉っぱが蒸れてしまわないように、少しずつ間引いたりですとか、で秋になりますと紅葉をきれいに楽しんでいただくための、掃除などを行って、冬には、次の春の芽出しに向けた消毒の作業などを行っていきます。またですね、まあ、その木その木、まあ日本も北から南まで、暖かいところから寒いところ、いろんな、気候があります。まあ、その木の、環境に合った環境を、用意しながら、まあ、いろいろ試行錯誤を重ねながら日々、その木をより良くしていくための管理をしております。はい、ぜひ皆さんもですね、盆栽、美術館に来ていただいて、まあ、その木の変化、成長を、一緒に楽しんでいただけたらと思います。皆さんのご来館心より、お待ちしております。ありがとうございます。